吹雪テトラ。どうもこんにちは、吹雪です。9月21日土曜、本日はアクアテーラーズのグッピー祭りです。朝10時に開店したので10時に行ったんですけど、誰もいなかったです一人だけね、一人だけ盛り上がっていたということなんですけれども、様々な品種が売られていました。で、今回2ペア購入しました。全部見たんですけど、正直個体のレベルが低かったんですよ。前回に比べてちょっとあれですよねって店長も言ってて、前回がねすごかったんですよ、ゴジラみたいな感じで。今回はまあ一応レッドドラゴンがすごかったんだけど、こちらの隔離水槽に移動させます。先日導入したネオンテトラ、ここに入ってるので3日間薬浴は終わったんですよ。これを隔離水槽 A に移動させます。ちょっと隔離水槽 A にはまだ未解禁のチンカラ結構泳いでるんで、お見せできないんですけど、あのいつかは見せたいなと思うんですけど、昨日チンカラの動画出したらね再生数死んで落ち込んだのは内緒なんですけど、現地の水が入ってます、グッピーの袋に。なのでまずは現地の水の水質を調べて、それに合わせてやってみようかなと思います。多分現地の水がもう答えなので、タイサングッピー難しいって言われてます。だから水質本当に気をつけないといけないんで、こいつら移動して水質検査してグッピー入れたいと思います。毎回ランダムなんですが、パープルモザイク、ブルーイーグル、レッドドラゴン、フルゴールド、サンタクロース、グリーンドラゴン、フルレッド、タイガーハーフムーン、ダンボモザイク、レッドテールダンボ、アルビノコイ、メタルブルー、これが入荷してました。袋を持ち上げていろいろ見たんですけど、みんな色彩が綺麗でした。ただやはりちょっと残念なやつとかいてね、尾びれが裂けていたりとか、あとは尾びれの真ん中に穴が開いていたり、体の厚みが薄くて尾びれにも重厚感がないやつも混じってたんですよ。今回タイの業者が少し値上げをしたと、それによって値上げせざるを得なくなったということで、前回よりも少し値上げされてます。価格は2980円でした。私が一番いいなと思ったのはこのレッドテールダンボです。黒腰なんでちょっと分かりにくいんですけど、分厚い体でした。尾びれはそこまで大きくなかったです。分厚い体と丸い尾びれ。レッドテールダンボに関してはちょくちょく見かけるんですよ、国産グッピーが。だから今回見送りました。ただ個体のレベルを上げたいというのであれば、こういうやつを使ってこの系統の血を入れるのもいいかもわからないですね。下調べして買おうと思ったのがいて、2種類いたんですけど、そのうちの1種類がブルーイーグルだったんですよ。ただね、尾びれが裂けてたんですね。発色がねちょっと、いやブルーじゃねえなって、黒っぽかったんですよ。ちょっとブルー感が少なかったということで、発色があまり好きじゃなかったので購入しませんでした。今回買ったんですけど、個体のレベルはねそこまで高くないです。本日はとても寒いです。秋とより冬のような寒さで、風も強くて、ジャンバー着て下手すら手袋もしたいぐらいの寒さの中、強風の中買ってきました。こんな寒い時期に合う名前のグッピーです。どうかな、もうそのままです。アクアテーラーズの水は入れてないそうです。なんか余計なことしたくないってことで、で昨日の夜に届いたらしいので、半日程度袋の中に入っているということで、彼ら非常に疲れてます。前回はオスとメスが一緒に入ってたんですけど、今回はオスとメス別々に入ってます。オス個体です。皆さん何に見えますか。寒い時期、冬にぴったりな名前です。ヒレは赤、胸びれは白、背びれは白と赤、体は赤いのと白いのが混じってます。この子がメスです。メスはノーマル個体、尻尾が少し白っぽいです。正解はサンタクロースグッピーです。サンタさんみたいな色合いのグッピーです。胸びれが大きくなるダンポ遺伝子ってのがあるんですけど、それよりもさらに伸びたやつも売ってるんですが、ヒレグサレ病にかかりやすいんですよ。だから私としては通常サイズの胸びれの個体が欲しかったので、これ良かったです。ただ個体のレベルはね、まあ申し訳ないですけど、そこまでいいとは言えないかな。もう一匹の方です。唇が赤くて体が白くて胸びれが白、ちょっとこの呼吸速度が速いですね。小刻みにこのエラを動かしてます。袋の水が少なすぎるので、プラケースじゃなくてセリアのボールに入れてみます。ゴムの結び方が日本と違う。上半身も様々な色彩がありますね。胸びれが白い、体型はそこまで太くはないですけど、尻尾が赤い、サンタクロース、唇が赤いな、綺麗だな。
メスです。メスもちょっと緑がかった体色が綺麗だね。もしこのサンタクロースグッピーの遺伝構成してる方がいたらぜひコメントでよろしくお願いします。よく海外の映像でこういうの見るな。こっちは結構白が強めの個体です。これ背びれ赤いんですよ。紅白だな。神々しい。ちょっと鼻上げしてるんで急いで計上します。まあここで一つ言っときますけど、このタイサングッピーかなり難しいそうです。その辺あまりアクアショップの人言わないでしょ。売ることだけ考えてるから。外国産グッピーの中でも結構難しいということで、まあそれも私燃えてます。くっついてますね、こっちのオスとメスは。から頭のところにこうちょんと赤色が乗ってるのもまたいいね。いや、タイからはるばる来ましたよ。初めてだわ、タイ産グッピーなんて。買えると思わなかったからな。ネットでも売ってるけど、やっぱり自分の目で見て買った方がいいよね。愛着湧くわ。メスはやはり上半身何もないですけど、下半身にちょっとこの白いのが乗ってます。いいですね。キョロ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 してるな。この左側の方は固まってんだけど、右に入ってる方はちょっと動き出した。メスがオスっぽいよね。まずはタイの TDS。 左側は 71ppm です。右側も 71ppm です。続いて pH、 黄緑色なので pH 6.0 です。黒い容器に入れた水もグレーの容器に入れた水もともに黄緑色です。続いて GH、1,2,3,4,5 色が変わりました。 GH2.8 です。まとめるとこんな感じ。いや俺の水や、弱酸性の軟水やろ。聞いた話と違うぞ。 GH6.72 って聞いたんだけど、外国産グッピー弱酸性の軟水でいけんのかよ。だから言ったんですよ、あのブラックウォーターでめちゃくちゃグッピー元気なんですよね。ブラックウォーターに入れるなんてかわいそすぎますみたいの来たけど、現地がね、弱酸性の軟水でやってんだわ。袋の中なのでアンモニアによって pH が下がった説はあるんだけど、にしても TDS 低いな。200ぐらいだと思ったんだけど。じゃあミネラル剤いらねえやろ。何のために検証してたんだよ今まで。これおそらくね、屋外で飼ってるんですね。これ太陽光の下で育てているので、おそらくこの水でもいけてるんじゃないかっていうのが私の仮説です。太陽に当てることによって体内でビタミン D が生成されるんでね、それが免疫力高めてくれるから。だから私は今ジェクスのメダカ元気育てる営業ウォーター使ってるんですよ。あれ使うと屋外で飼ったような状態になるんでね。そして今わずかな時間だったんですけど、右の容器から左の容器にメスが飛び出しました。これオス1匹入ってんだけど、こっちにメス2匹になってるんですよ。こんなに水位が低いのに飛び出しました。ここに水滴あるじゃないですか。ここが飛び出したんだよね。隔離水槽です。すでにエアレーションを施して水中の二酸化炭素を抜いてます。バキ水を作ってます。プラナリアゼロを入れてます。10リッターあたりすり切り1杯です。輸送で疲れているのでジェクスのメダカ元気育てる栄養ウォーターを規定量入れてます。10に対して10ミリリットルです。この水槽で3日間薬浴をした後に様子を見て元気ならばミネラル剤とビタミン剤でさらに14日間、ちょっと弱ってるなと思ったらジェクスの人工海水を 0.4 から 0.5% 入れて3日間塩浴をした後にミネラル剤とビタミン剤で14日間育成しようと思います。なんで14日間っていうと、だいたい2週間で体力戻ってくるんですよ。普通の人が今こうやって見たら元気にグッピー泳いでるじゃないですか。あ、水合わせ成功したって思うんだけど、明日浮いてるってこと結構あるんですね。シンガポール産、アメリカ産、EU 産、台湾産、タイ産、それぞれ違うんですよ。で、私はタイ産グッピー今まで一回も買ったことがないです。そして調べてみてもあまりデータがない。ものすごく難しいとは言われています。ここで何が難しいのかというと、導入初日に餌を与えるか与えないかっていう点なんですよ。チンカラの場合は餌与えなくてもある程度体に栄養が残ってるので、
蓄えられるんですよ、グッピーに比べて。だから餌やんなくてもいいんだけど、グッピーって常に栄養が必要な生き物なんですよ。体内に栄養を留めておくことが非常に困難な魚体なので、初日に餌を与えた方がいいんだけれども、すごく疲れてるんですよね、内臓も。若いからね、こういう感じで水槽泳いでんだけど、内臓結構ダメージ食らってるんで、内臓ダメージ食らってる時に餌やっちゃうと内臓弱るんですよ。そうすると、その酸素の行き渡らない層を大好きな嫌気性バクテリアその中で湧いて増えまくって病気になって、あれ水面浮いてるなになるんですよね。だけれども餌やらなければですね、栄養足りなくて逆に星になるという、私は今日やろうと思ってます。賭けです、これもごく少量です。この間見せたネオンテトラと同じような、ごく少量与えます。生き餌与えません、水汚れんで。テトラプランクトン数秒で食べれる量を与えて、明日は1日2回ごく少量、テトラの場合は1日1回を推奨したんですけど、彼らはね、栄養を蓄えたことはできない、そしてまだ内臓の回復にも結構時間がかかるということで、このプラナリアゼロはエアレーションをこんな感じで強めに出しておかなければいけない。そうなると結構水流が発生するんですよ。まあエアの水流はたかが知れてるんですけど、でかい養殖場とかだとちっちゃいポンプを真ん中に設置してるだけとかなんですよ。排水システムが構築されてるので、水流なくてもちゃんとろ過できてるんだけど、水槽の場合やっぱりそういうわけにはいかないんでね、よどみがあると苔生えるし、今まで違った環境に適応できるのかっていうところも見ていかなければいけない。私は、まあ、水槽の全体を循環させて苔を生えにくくして嫌気性バクテリアが湧かないようにしてるんだけど、そういった環境が彼らにとってはきついかもしれないという。タイ買ってやってるブリーダーいるんですよ。水流弱いんですよね。弱くして飼ったり、あと止水でやったりしてるんで、もしかしたらこれがダメージになるかもしれないという。だから吹雪さんと同じようにタイ産グッピー買ったんだけど、同じように処置して死んじゃいましたってことは確率としては結構あると思います。国産グッピーの中に入れないでください、絶対に。外国産グッピーが持っている菌と国産グッピーが持っている菌は違います。もし外国産のこの鮮やかな色を入れたいのであれば、一旦自分で繁殖させてください。自分の日本の水で生まれた個体を使えばできます。水槽も分けてください。グッピーだけで買うべきです。エビとかオトシも入れない方がいいです。あと違う品種も混ぜない方がいいです。タイからいろんな品種来てましたけど、可愛いと思って一つの水槽に様々な品種を泳がせると次の日浮いてます。菌が違うんですよ。違う品種は違う水槽を用意して、一つの品種に一つの水槽がいいと思います。自分で生まれた稚魚はね問題ないんだけど、買った時はやっぱり違うので、そこだけ注意してください。私の懸念点としては、あと室内で飼うことになるので、体内で合成されるビタミンの量って減るんですよ。それをジェックスのメダカ元気栄養ウォーターで補うんだけど、やはり自然には勝てないですよね。それで徐々に免疫力が減って弱ってくる、酸指数減る、稚魚の帰還率が増加するとか、もしかしたらあるのかな。だからさ、メダカ屋外で飼いましょうって言ってるの、そうなんだよね。屋外チートだからさ、太陽光から紫外線で日焼けして体色も良くなるし、免疫力も上がる。寒い地域だと難しいんですよ。だから水槽でなんとかやれる方法を今後模索していきます。養殖場はでかいからさ、人工の餌を与えたとしてもそれによる汚れってたかが知れてんだけど、水槽ってやはり人工飼料の餌の汚れによる水質悪化って著しく毎日起こるんですよ。人工飼料の汚れの水質悪化に耐えれるのかどうかっていうのもね、耐えれないと思うんでね。だからかといって毎日貫通するのもまためんどくさいし、徐々に人工飼料毒の水に慣れさせなければいけないんだけど、これはね遺伝に入れません。私に今作出してるグッピーには、まあ増やすは増やすと思うんだけど、生後3ヶ月ぐらいじゃないかな、これは3、4ヶ月ぐらいじゃないかな。元気になったらまた改めてお披露目します。横見はこんな感じです。タイ産グッピーってこの体型がすごいんですよ。もうぶっとくてね、私がこういうおずつの太いオスとかメス作りたいんですけど、なかなかできないんだよな。すごいからな、この、まあこれはそんな大したことないんですけど、以前来たやつが本当すごかったんで、ね、こうやって元気に見えるでしょ。これね、元気に見えるんだけど元気じゃないんですよ。これがこれに何回も騙されてるんだよね、私は。外国産グッピー、本当に気をつけてやんないといけないんで、買うことは全然いいと思うんですけど、ちゃんとこう処置しないと大変な目に遭うので、そこだけご注意ください。ご視聴ありがとうございました。バイ。